ウォッチャーをご覧の皆様、アニョンハセヨ、須田まさきです。このドラマは天然パーマの大学生久能整が様々な事件に巻き込まれ、ただただ喋りまくっているうちに、いつの間にか事件の謎も人の心も解きほぐしてしまうという新感覚ミステリーです。ドラマミステリーという勿れ、ぜひご覧ください。君のそのもじゃもじゃ頭、結構特徴的だ。僕が犯人だと疑われてるということですか？真実って何ですか？人は主観でしか物を見られない。子供を産んだら女性は変わると言いましたよね。当たり前です。ちょっと目を離したら死んでしまう生き物を育てるんです。問題なのはあなたが一緒に変わってないことです。真実は人の数だけあるんですよ。お前一体何なんだ？親のすねかじりで働いたこともない、ただの学生ですよ。ミステリーという勿れ、成人の日スタート。性格悪いって言われないか？ See you!